皆さんこんにちは。すごいたくさんの人を来てくださって本当に嬉しいです。明石吹奏楽連盟、そしてひとまるクラブの方々もね、素晴らしい力の協力を得たいで、我々ハイブリッドドロンボーン一流相談を呼んでいただきまして、本当に感謝しております。こんだけね、今日リハーサルさせていただいたんですけどね、11時頃誰も皆さんいない時にすごく気持ちよく演奏させてもらったんですけどね、本当にたくさんの方が来られたので、あなた方がね、僕らの音を吸っちゃってしまって全然響かないからびっくりするんですけど、でも今日はね、今から、何十曲ですかね、本当にトンボン三昧で、本当にトンボンってこんな音がするんだ、こんないい響きがするんだっていうことを聞いて帰ってください。1曲ずつね、説明をしたりしますので、そしてどうして僕がここでお話ししてるかっていうのは、例えばひとまるクラブのね、角さん、僕が書いた角先輩なんですけどね、僕はね、ここの出身なんです。僕は明石の出身で、明石小学校、だから近中ですね、近中中学、そして明高、明石高校、僕はここの明石を完全に3つの、小中高を全部網羅して、そして今ここに帰って40何年ぶりなんですね。もう何年っていうのはもう言わないだけ起きますね。もう40年ぶりにね、僕この行動に今立ってるんです。もう感動、僕は感動してるんです。じゃあ今から楽しんでください。よろしくお願いします。Thank you.
皆様、改めまして、こんにちは。こんにちは。はい、どうもありがとうございます。先ほども、ご紹介していただきましたが、我々はハイブリッドトロンボン四重奏だと言います。どうぞよろしくお願いします。先ほども、お話にありましたが、我々の、まあ、メンバーの、まあ、リーダーで、また、こちら皆さんから向かって左、から3人が、まあ、一番端の右の郷真一先生の弟子になるんですけども、郷真一先生とその弟子による、まあ、トロンボン四重奏団、トロンボン四重奏のアンサンブルでございます。郷先生はこの明石高校出身というお話を先ほど、お聞きしましたが、皆さん郷先生よくご存知でしょうかね。まあ我々、まあ、こういうトロンボンで、まあ、我々プロとして活動しているものとしての中では何と言いますか、郷先生の弟子だという方だけで結構なんか自慢になりますよね。はい、なんかそれだけで結構酒が1時間めちゃうこともあったり、まあ、それ言い過ぎましたけども、まあ、とにかく、すごい先生で、プロフィールにも、書いてると思いますが、大阪音大を